これらのことに注意して、楽しくご視聴ください。これは、正しいルートを歩まなかったものが、必要な装備も持たずに、セミファイナルステージを攻略しようと、もがいている様である。この後も、なんとか進めようと努力するが、その甲斐も虚しく。どうも、こんにちは、こんばんは。心が折れました。どうも、こんにちは、こんばんは、ゆっくりリーです。今回も楽しくネオモモ、遊んでいきましょう、その4です。予定を変えて、次のステージ、おもちゃ城を進めていきます。まずは座禅によって、エビスマルの術を習得しましょう。あ、そうそう、今回から新しいメンバーが加わるわ。実は、なんかの手違いで二人派遣されてきちゃったのよ。と言いつつ、同じプラットフォームで全部使える。っていう文言に惹かれて二人買っちゃったんだけどな。女の子をモチーフにしたソフトを、新品で買う、という表現に、少しエクスタシーを感じますが、早速登場してもらえますか。二人いても持て余すと思うから、次回以降はどちらかに絞るわけだが、それはリスナーのみんなに委ねようと思う。コメント、もしくはリリーのツイッターで、こっちがいいとか、書き込んでくれれば、多数決でそれを反映するわ。次の実況では選ばれなかった方、その次は、って感じにするけど、いずれはその二人とリリーの実況もあげたいと思うぜ。ということで、お待たせいたしました。二人とも、喋っていいですよ。皆さん、はじめまして、ゆずきゆかりです。はじめまして、キズナあかりです。よろしくお願いします。ということで、気づいてた人は多分いっぱいいると思いますが、新しい仲間は、ゆかりちゃんとあかりちゃんでした。この二人を選んだ理由は、名前と髪飾りが似てたから。なのですが、何か関係はあるんでしょうか。さて、エビスマルの術、チビエビスンの術ですが、もうすでに小さくなってる気がしないでもないですが、それを言ったら修行が終わってしまうので黙っておきましょう。きっと、修行してる場所や親方様の方がでかいんですよ。発想が可愛い。お前は気持ち悪いけどな。さらっとひどい。とかなんとか言って、時間稼ぎしようとしてるけど、最後まで特に何もないので寸前までカットするわ。はい、最後は少しゴリ押し気味になっちゃいましたが、無事にチビエビスンの術を習得できましたね。ここから少し招き猫回収パートになります。そうなのよ、全カットするわけにもいかないから、できる限り無駄な部分は省いて4倍速にしたんだけど、それでも結構な長さになっちゃったわね。それ以上早くすることもできるけど、皆様の目が大変なことになっちゃいますから。
これで妥協したって感じですね。倍速中はできるだけメイン画面は直視せず、オベリスクの巨神兵を見るようにするのをおすすめします。ちなみに僕は、今までゲームや動画で画面酔いをしたことが全然ない、っていう謎の自慢があったのですが、つい最近、スマホ版のヤギシミュレーターっていうゲームで、がっつり画面酔いしました。乗り物酔いもあまりしたことがなかったので、初体験の 3D 酔いは初恋の味がしましたね。普通に気持ち悪かったです。多分あれでしょう。スマホの生温かい熱気と若干カクカクの画面と、でやられたんでしょうね。その後数分、吐き気とめまいと格闘したのは言うまでもなく。それは、大変でしたね。なぜか最近は舌は雷の状態が続いてます。特に変なもんは食べてないんですけどね。不意にぐるるるるるるってなるの、割と困るんですよね。落ち着いて生声の動画も撮れないですよ。とか言って、新しいデスクが届いて、組み立てたその日のうちにこの動画撮っただろ。新しいデスクを作って、テレビやパソコンを移動させて。64、その他ゲーム機を実況の時どういう風に置こうかなって、試しに配置してみて、せっかくだから動画撮るかって流れです。キングダムハーツは近いうちに撮る。100ペリカくらいなら書けるわ。これには班長もびっくり。成立！ノーカウント！ノーカウント！ノーカウントなんだ！うるせえぞそこ。この人はもう、光の教団で奴隷になった方がいいのでは。あそこはなんだかんだホワイトだし、この人割とうまく立ち回る気がするわ。ホワイト、仕事しなかったり逆らったりするとムチ打ち。終盤で全員処分されるも追加で。あとこいついたら主人公たちが脱獄できないわね。ゴエモンの実況なのに、ドラクエ5の話をするとはこれいかに。ドラクエ5は、ラスボスが、本当に最後しか出てこないし。それよりも、強い裏ボスがいるしで影が薄いけど、名作だと思います。まあ、リリーは石像ビアンカを救出して、レベル上げてるところで止まってるけどね。試練の洞窟でハグメタが滅多に出ないせいね。はい。それでは、最後の招き猫を回収したので、早速おもちゃ城に突入しましょう。おもちゃ城は、その名の通り、ダルマさんとかベーゴマとかがたくさんあるんですよ。ダルマさんが襲ってきたり、コマから落下したら毒沼だったりするけどね。とまあ、起伏がある分、大江戸城よりは楽しいことになってるが、その分、ステージが割と長くなってるので、1回目のカット、倍速編集が終わった時点で約34分と、リリーが定めてる動画の時間を少しだけオーバーしてるからな。こうして動画の時間が少し長くなるのはメタルギア以来か、と思ってチャンネルを確認したら、V 版のパート12でバッチリメタルギアの最終回を超えてたぜ。2回目の編集でどこまで縮められるかわかりませんか。できる限り短くするので、ぜひ最後まで見ていってください。冒頭に変な茶番を入れてなければもう少し短くできたはずよ。次回予告詐欺はしたくないので、予定を変えた顛末を語る必要がですね。サムネ詐欺はともかく予告詐欺なんて恥ずかしいですし、言うてサムネ詐欺も今までしたことないんやけどね。さて、先ほどキングダムハーツもそのうち取るって言うとりましたけど、風をこじらせて全然取れないでおりますわ。なんで関西弁？葵ちゃんたちが聞いたら、切れるかもしれないね。主さんは、葵ちゃんたちは雇わないのですか？ゆかりちゃんもあかりちゃんも、ディスクが1枚だったので、葵ちゃんたちがどんな状態で届くのか、興味はあるけど、動画に出す予定がないので、今のところはノーコメントで。あ、ちなみにおもちゃ城は普段からこんな感じなので、軌道修正はしません。という軌道修正し忘れた言い訳を。ちなみに、BGM ではファイナルステージが一番好き的なことを、前回言っていましたが、ギミックならここが一番好きですね。ボスもこのステージが一番程よい感じがします。話すことなくなっちゃったんで、
ここからしばらく倍速かけます。本当は8倍速にしてやろうかと思ったのですが、それでは動画にならないので4倍速にしております。どちらにしろ、画面酔いにはご注意ください。それにしても、香川県の子供たちは大変ですね。学校は休校になるわ。条例でゲームに制限かかるわ。公園行っても遊具がないから遊べないわ。聞いた話によると、ボール遊びが禁止の公園もあるらしいぞ。そもそも、自粛ムードで、外出もろくにできないので。本当に、香川は、うどんだけの国になっちゃいましたね。うどんの生産量や売り上げも、埼玉だったか、どっかに追い抜かれてるので。今の香川には何もないですよ。香川県議のせいです。ああ。香川県議が老人ホームにされてる画像はかなり笑ったわ。ツイッターでリツイートした画像を引っ張ってこようと思ったけど、さすがにやめておくわ。ちなみに僕らは香川県に個人的な恨みはないのであしからず、むしろミルハンというスターを生んでくれたことに感謝しています。あ、そうそう、ネオモモのその2で買うって言ってたやつ。いろいろ考えてることがあってまだ買ってなかったんですけど、我慢できなくなったので少ししたら買います。DC ヘリコンのボーカルエフェクターだな。あ、それじゃなくて、ローランドの VT4 ってやつにしました。どっちがいいんだろうなって、まだ迷ってるんですけど、Amazon のレビューやメーカーのサイトの説明も読んで、それに決めました。音響関係は突き詰めると果てがないってのもありますけど、極論どっちがいいとか悪いとか、ないんですよね。どんなものでもその人のものの使いようっていうか、どっちを買おうが、現状から悪くなることはない。ってことは言い切れるので安心してください。さて、現在画面ではクレーンゲームをやろうとしています。このからくりカメラはヤビスマルの新装備です。詳しい効果は後で見せるけど、簡単に説明すると、帽子苦味漫画よろしく、見えない敵を倒したりできるわ。冒頭で積んだあそこで見えない通路を出すのもこれよ。弁慶のミニゲームも難しいけど、これも割と難しいです。前に全クリしてから10年以上経った今でも、道順をほぼ全部覚えているくらい、何度もプレイして何度も全クリしていますが、このカメラを1回で撮れた試しはないです。途中のあれは突っ込まなくていいのか？え？何のこと？まあいいか、唐突に変なボケやネタを挟むのは、今に始まったことじゃないし、とかなんとか言ってる間に無事カメラを撮りました。確かやり直しは3回でしたね。だいたいこんなもんです。カメラを手に入れたので、積んだあそこもクリアできますが、飛行の術を手に入れるためにサスケを手に入れるために、おもちゃ城をクリアしないといけないので、今回は行きません。それで、からくりカメラですが、Bボタン長押しで止めて使います。すると、こんな感じで幽霊が実体化します。でも、このカメラって使う機会が記憶の限りでは、ここと、さっき積んだあの場所くらいしかないんですよね。サスケの氷結の苦悩も使い道は少ないですね。ゲームの中盤から後半に登場するものの扱いが不遇なのって、このゲームに限った話ではないと思います。まあ、その代わり飛行の術はめっちゃ使うし、仲間になってから基本の移動は、多分サスケが中心になると思うし、その点を考えると装備が多少不遇でも、バランスはいいのかもしれないな。そうそう、自粛ムードでバイトも休みにしてもらって、ずっと家にいるの暇だったんで、Amazon の中古で Wii 買っちゃいました。最初はゲームキューブを買うつもりだったんですが、やりたいゲームが今のところペトマリアプグしかなかったし、それならゲームキューブより安くて、将来性のある Wii の方がいいなって思いまして。でも確か、ゲームキューブって、ゲームボーイアドバンス遊べたよな。ああ、はい、それに関してですが、いずれはレトロフリークも買おうかなって、どうせアドバンスのカセットは電池が切れてますしね。でも、あんたレトロフリークが出た時からずっと、
64が遊べなきゃ意味ない的なこと言ってなかった？今のコニカセットの電池がとか言っても多分わからないと思いますので軽く説明しますね。本当は画像も載せられればよかったんですが、少し前ゲーム機なんかに使う特殊なドライバーをもう使わんやろって言って捨てちゃったんですよね。で、説明に戻りますが、例えば ORAS でレジアイスと戦うとき、2分待たないといけないじゃないですか。そのイベントはリメイク前の RSE にもしっかりあります。ありますが、カセットの電池が切れてると、そのイベントを起こすことができません。レジ計算体の封印を解くこともできますが、小島の横穴で何時間待っても、レジアイスと戦うことはできないってことですね。さっき霊夢が言ってた思いは今でもありますが、それを押してまでゲームキューブを買う理由はないんですよ。いいショップが使えるなら話は別ですが、てな感じでダラダラ喋りましたけど、ゲームキューブの他のゲーム探してたら、Wii のゲームも遊びたくなったってのが一番の理由です。さっきもちょこっと言いましたが、Wii なら64やスーファミのゲームも遊べそうですしね。もしかして、それが一番の狙いだったりするのか？ああ、よくわかりましたね。随分前に見たのでうろ覚えなんですが、どうやら Wii にはマリオ RPG もあるらしいんですよね。あんたって、そんなにマリオ好きだったっけ？スーパーマリオワールドとか、ヨッシーアイランドとか、今まで色々遊んできましたけど、割と序盤の方で、めんどくさくなって投げ出してたんですよ。それで、トラウマってほどではないですけど、ちょっと敬遠してたんですよ。でも、経験値とレベルの要素があるなら、僕でも遊べるかなって思いまして、今回は買ってみることにしたんですよ。おっと、すっかり話が長くなってしまいました。つってもこの後話すことが何もないんですけど、あ、この話しましたっけ？前回、アーミーフロックスの話をしたじゃないですか。それのサイン入りポスターのプレゼント企画があったんですが、抽選5人の狭き門を見事くぐり抜けましてね。いつも通り画鋲で刺して壁に飾ってもよかったのですが、それはちょっと嫌だったので、自粛ムードが終わったら、額縁を買いに行こうかなって思ってます。少し前に同じポスターの企画をもう一回やってたのですが、その時はなんと、ゆかちんさんが使ってるドラムスティックを、5人の中からさらに1人選んで同封するっていう、すごい企画をしてたんですよ。1人1本ずつなら5人全員でもよかったけど、これを機にドラムを始めるかもしれないから、ワンセットを1人に、ってのがゆかちんさんの弁ですね。それと、今はやってるかわからないですが、ベースボーカルの尾形さんが書いた絵を、プレゼントする企画をラインアットでやってましたね。まあ、ラインアットはよくわからんのでそれは参加してないですが、尾形さんの絵をポストカードにして、CD に同封してくれたらめっちゃ喜びますわ。メインは CD ですが、歌詞カードや、ジャケットのデザインもアートだと思っているので、気持ちはわかりますよ。最近は音楽はもちろん、テレビ番組や漫画、小説もデジタルコンテンツになってるので、楽曲以外のものに目が配られなくなっているのが、とても悲しく思いますが、それも一種の時代の流れで、やがては、それ、が主流になって、CD は廃れます。その時代の流れに順応しないといけないのはわかりますが、なんというか、新しいゲームや CD を買って、ワクワクしながら家路につくあの感じ、それは忘れないでほしいし、忘れたくないですね。現実にはそういう夢や希望、ワクワクもんが詰まってるんですよ。と、そうそう、さっきゴリ押ししたあそこは、編集で見やすくしてますが、プレイ中は道が全然見えませんでした。話を戻しますね。主さん。だからといって、初回限定 A 版と B 版を両方買うのは、やりすぎだと思いますよ。あかりちゃん、なんで僕の過去知ってるの？え、だって中の人がオナ。それ以上いけない。まあ、ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、 A 版と B 版の特典、どっちか選べなかったんですよ。あるあるだな。でも、ミユハンの、プ、の時は迷わず初回限定 A 版にしたんだよな。
Amazon 限定特典付き初回限定 A 版、B 版と、通常の初回限定 A 版、B 版があったのですが、金銭的な事情が重なって A 版しか買えなかったんです。で、何があったのか覚えてないですけど、Amazon 限定特典付きにあまりいい思い出がないのと、ライブ DVD が見たかったのと、で、A 版にしました。ミルハンがアンコールで泣きながら、メッセージを歌ってる姿を見て、心がギュッとなりました。はぁ、好きってなりましたね。おっと、キモオタみたいな会話してるうちにもうこんな時間か。今のうちにゆかりちゃんとあかりちゃんどっちにするかの話の、おさらいをしますか。そうね、ゆかりちゃんとあかりちゃん、どっちの声が好きか。YouTube のコメント、もしくはリリーの Twitter まで、リプ、ダイレクトメッセージをください。今回は選びやすいように両方、いろいろなシチュエーションで、10パターンずつ収録しているので、よく聞き込んで、選んでほしいぜ。さて、長話もおさらいも終わって、ようやくゲームの実況に戻ります。もうすぐボス戦です。その前に、このステージで、クレーンゲームほどではないですが何気に難しい、というかめんどくさいビリヤードで遊びます。遊び方違うけど、セミファイナルステージを頑張ってクリアしてれば、ヤエバズーカのホーミング弾を使えたはずだけどな。カメラなしであのステージを突破した人がいましたけど、どうやったのか全然わかりませんわ。オブジェクト回避はできないはずだし。そもそもできたとしても、あれはオブジェクト回避でなんとかできるものじゃないでしょ。順路的にはあのステージを先にクリアした方が早いんだがな。それができないのがもどかしいんだよな。そもそも正規ルートじゃないんだから、できない方が当たり前でしょ。決められたレールは外れたくなるのが男ってもんよ。尾崎豊かお前は。尾崎豊ほとんど知らないでしょ。生まれてないし。15の夜しか知らないわね。どっちかと言われたら、14歳のナイフの方が好きね。ガジェットもこの曲しか知らないけど。まあこんな具合に、オタクだからって。ボカロとかアニソンしか聞かないわけじゃないぞ。バンプのファンを10年以上続けてる時点でお察しだが、途中からボカロやアニソンも聞き始めたけど、10年間ほぼバンプしか聞いてなかったせいで、その間の流行りの曲に疎いってのはありますね。さて、ダイヤの腕は、じゃなくて、ダイヤの鍵を入手しまして、いよいよボス戦です。残り時間から察せるかもですが、めっちゃ簡単でした。ここのボスの BGM、何気に好きですね。サントラ欲しいけどすごい値がついてそう。そもそもネオモモのサントラって出てるんかな。ここでエビスマルに交代しようとして失敗したのは、目をつむってください。何もしませんけど。で、さっき言った通り、こいつの攻略は簡単です。カメラで撮って殴るだけ、字面だけ見たらかなりやべえですが、これが成功法です。他にはありません。こいつの攻撃パターンはかなり少ないので、全部映したらカットでもよかったのですが、ダルマーニョがかわいそうなので、フルでお楽しみください。ああ、もちろん少ないと言っても、一番最初のボスよりは多いがな。だからといって、別段強くはないぜ。一回攻撃するたびに弱点を露出して行動停止するからね。その代わり、次のボスはめっちゃむずいので覚悟がいるわ。正直、このゲームでラスボスを除いたらそれが一番苦手ね。楽しいのはセミファイナルのボスよね。楽しいっていうか、かわいい？かわいいか？あれ？かわいくは、ない。そうそう、今のうちに次回予告しちゃいますね。次回はセミファイナルステージにリベンジ予定です。予定、って言って予防線を張ってはいますが、サスケが仲間になったら、すぐに飛行の術を習得したいので、次回は本当にクリアするつもりで挑みます。で、クリアしたらその足でサスケを復活させて、飛行の術習得して、招き猫の回収とかしてれば、普通に動画1本分としては申し分ないはず。セミファイナルステージはそこまで長くないから、カット、倍速をマシマシにして20分くらい。問題はサスケの修行にどれくらいかかるかなんだよな。サスケのおさむいってそんなに難しいの？もちろん、前に言ったゴエモンの修行と比べれば簡単です。
ただそれとは別ベクトルで難しいんですよ。運動神経というか、リズム感がないとちょっと厳しいですね。詳しくはその時になってから話しますが、習得に難儀する代わりに、すごく便利な術です。ちなみに難しいけど楽しい修行ですよ。修行に失敗した時、おっさんから煽られるのがムカつきますが、お、倒しましたね。どこなのに無駄に体力が多くて、場をつなぐのが地味に大変でしたわ。あ、ちなみにサスケの修行ですが焦らないのがコツです。よし、ミラクルフラワーゲットね。この後ネオモモのコントが始まるので、その間に終わりの挨拶でもしちゃいましょうか。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。冒頭では恥ずかしい姿を見せちゃったけど、次回、雪辱を果たしたいと思っているから見てね。ゆかりちゃんとあかりちゃんの件もよろしく頼むぜ。それではまた次回もゆっくりしていってくださいね。これからよろしくお願いします。バイバイ。どうも、こんにちは、こんばんは、霊夢です。今回も動画を見てくださりありがとうございます。どうも、マリサだぜ。今回もメンバー募集の要項を確認するぞ。はい、それでは説明を開始します。現在のメンバーはリリー、シン、ハニワマン、ハルヒサ、の4人です。募集要項。定員は5人、全員を合わせて9人、マイクラは全員で実況することになるわ。年齢が19歳以上の人、それ以下の人は申し訳ないけれど遠慮してね。一緒に動画を作りたい人、自分の動画を作りたいという人、上トークだけど、やる気がある人がいいわね。個人のゲーム実況、リリーを除いたグループ実況、歌ってみた、踊ってみた。あげればきりないが、とにかくジャンルは問わないらしいぜ。募集はリリーのツイッターのダイレクトメールまでお願いね。ツイッターのリンクはチャンネルの概要欄に書いてあるわよ。以上、皆さんの募集を心よりお待ちしてますだぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。